田三成は、豊臣秀吉に取り立てられ、ご奉行として豊臣政権を支えた人物です。その一方で、いろいろな武将から憎まれていたことでも有名ですよね。また、関ヶ原の戦いに敗れて、生涯を閉じることになります。果たして、その戦いは無用だったのか。今回は、その時代に起こったことも含めて、石田三成が起こした戦は無用だったのか。について語り合うスレをご紹介します。石田三成。なんで美化されとるんじゃ。言うほど無用か。関ヶ原がなくても、いずれ家康が天下取ってたやろ。取れただろうけど、死ぬ前に豊臣を滅ぼすのは無理だったと思う。そう言われると、徳川が三成をなかなかきつけてそう。実際その気を起こさせるために、いろいろ好き作っておいてたからな。美化されてるのはまあええやろ。こんだけ美化されてるのに、いつまでも過小評価呼ばわりする奴がいるのがグームカつく。一番の無能は直江兼続。直江城からの会津遠征、関ヶ原と見事に徳川の天下取りを足つと。配置なら西軍の勝ちって言われてるけど、お詳しい人解説してください。西軍は高い位置を抑えてる上に、東軍は半包囲されてる。東軍はいる位置が悪すぎるけど、裏切りと内通してたからあの位置なんだろうけどね。この状態で逆落とし食らって、なおもきこたえてた大谷義次ってつくづく化け物やな。先長くないのはわかってるから、覚悟が違うわな。勝つ負けるとかより、鼻から死にに来てる。あの家康がこんな布陣するのは怪しいで。のうはおらへんかったのか。ほんとこれ。裏切りや、兵が動かないことわかってないと、こんな布陣しないよね。豊臣の中心やぞ。福島、加藤、小早川は恥を知れ。山内は死ね。言うほど中心ではないんだよな。ダビと野心ありあり。中心の鏡やぞ。ソースは青い三代。あれは名作なんだよな。再放送やんねえかな。やっと譲って三成が無能としても、無能の戦を起こしたのは家康やろ。昨今の考古学調査で、上杉景勝は家康の会津征伐軍に対する防御施設を、作ってなかったことが分かってきて、どうも家康が会津に来た時点で、土下座する気だったらしい。三成は悪くないけど秀吉が悪い。自分が死んだ後のことを、斜め方向に対処したからな。まあ織田を乗っ取ったり、ノップからもらった養子が死んだりしてるから、家康に滅亡されてもしゃあない。文官としては優秀やけど、指揮官としてはなめなめやったね。太閤殿下の下で何を学んでいたのか。水攻めやろな。失敗してるんだよな。石田、もうびそうないそうやってや。もうび、お前あれや。石田、俺嫌われてるから。嫌われてるいうか、官僚一人じゃとても国家元首の上に立てんいうこっちゃろ。仕掛けてなければ、ここまで有名になってないやろ。無能扱いでも名前が残っただけ名誉やろ。豊臣恩子とか言うが、言うほど恩のある奴おるんか？豊臣不代なんて、どこの馬の骨とも知れん奴ばっかりやん。ゆかりばかりの末の藤原やぞ。それが大名面できてたのは豊臣のおかげやろ。みんな豊臣じゃなくて、秀吉のおかげと思ってたから裏切ったんやろうけど。末期秀吉は、家康に権力譲る気満々っぽいんだよな。秀頼さえ生き残れば。逆にはっきりと権力移譲しとけば、家康も秀頼を保護してくれたやろね。そもそも豊臣政権は秀吉ありきの体制やったから、秀吉の代わりに家康をはめ込まな崩壊するだけやで。毛利は、源内の相場やから言える結果論やけど、道義としても無能すぎんかね。勝てるかもしれん戦でスルーして、何もせんと逃げ帰った結果負けて、領地ほぼ壊滅。無能すぎる。毛利は岐阜城陥落の時点で、すでに敗戦処理に移行しとるんやで。あの時点で、たとえ機内で持ちこたえたとしても、毛利本国の方が危ない。毛利は、それほど秀吉に恩を感じてなかったからな。初めからやる気なかったから、さっさと退陣した。照本はやる気満々だったんだよな。なお両家は、吉家は、家康様に全突破するんを。小早川は、ギリギリまで天秤にかけるんを。こうやって見ると、小早川の方が有能に見える。なお、こっぱは徳川にお家を潰される模様。石田三成はどういう勢力を代表してたの？クーデターを起こした家康に対する、天下の豊臣家として。クーデターを起こしたのは三成なんだよな。確かにそうやけど、家康自身も秀吉の遺言保護にしてやりたい放題やってたやん。そこんところにギア正当性はあったんかっちゅう話よ。朝鮮出兵で元封して、豊臣も暗いびきになった諸将の重病に、縁屋と親戚と内官を組み込んでて、兵と集めてたの誰やねん。そもそも秀吉の遺言は、事実上家康単独の主導権を認めてたのよ。それを五大老五奉行の防御としたのは、
秀吉死後の五大老五奉行正史で初めて出てきたもの。わいは別に、三成が偽証だって言ってるわけやないんや。ただ家康側に、果たして義があったのか疑問に思っただけや。合議が秀吉死後に決まったっちゅうのは、恥ずかしながら初耳やわ。でもそれならなおさら、家康に乗っ取られること考えんかったんかな。やっぱ年食ってもうろくしてたんかな。まあ教科書レベルで後から見ると、明らかに豊臣軍対徳川軍としか見えないからしゃあない。関ヶ原って、豊臣政権の武官と文官の戦いみたいなもんやろ。そら武官が勝つわ。立花宗茂を関ヶ原に参加させない無能。立花宗茂を関ヶ原に参加させない。京極高次とかいう有能。京極の生き残り力は何なんですかね。姉と嫁のコネがあるとはいえ、ある意味異能生存体である。やる気ないやつ多数ね。よく優勢やったな。島津系の覚書などからの研究では、関ヶ原で西軍は、2時間程度の合戦で粉砕されたという説もある。ひねより寝かすぎにゃね。猿じゃなくゴリラの木引いてんじゃねえの。まっまの淀がでかい家系やから、一概に猿の子じゃないとは言えへんのやで。小早川秀明に関しては、生まれてくる時代が間違ってるわ。戦国中期なら、優勝になってたんじゃね。ってぐらい戦国武将らしい戦国武将。結局徳川が宝家を根絶やしにしとるんやから、関ヶ原で徳川に組みした奴らは普通もんや。恩がないと開き直るんはまだわかるが、徳川に味方しながら、名を通信ずらするんは認められんわ。結局関ヶ原の家康勝利で、豊臣滅亡がほぼ決定したんだから、三成に組みした連中は普通とも言えるがな。戦応した側じゃなくて、それに対抗した側が普通なんて、へりくつもええとこや。大老以外の家康は通し、豊臣家の許可を得て正義しとるんやで。豊臣家から何の許可も得ず行動したのが三成。くくたる正当性はどうでもええねん。どう考えても徳川は、天下を奪おうと行動しとるし、石田はそれに対抗しとる。大老時代の家康は、豊臣政権の主導権も握ろうとはしとったけど、徳川単独政権を立てるような気もなければ、現実的な実力もなかったんやで。家康が、単独政権を立てられるほどの権利と権力を握ったのは、関ヶ原で大勝した結果や。うせやろ。関ヶ原前の前田に対する恫喝とか、明らかに野心満々疑心満々やん。前田は豊臣家にも無断で帰国したから、謀反疑われてもしょうがない状況やったんやで。そこを家康に利用されたけど、その処分も家康は豊臣家の同意を得た上で行っとるんやで。家康は関ヶ原以前は、豊臣家の中心というポジションを崩しとらんのや。すごいぶっちゃけると豊臣家は滅んでいない。複数の大名家の下家が、幕藩体制下で豊臣姓のまま幕末まで存続してる。こま、すごいやん。大野春長が東軍なのに、淀が西軍の味方になるわけないんだよな。これ意外と知られてないよね。朝鮮出兵での三成の行動。軍艦として出兵するも、各省を統率できずに野放し状態に。補給の関係で進撃が停滞したのを、みんなやる気なくしてわざと進撃やめてると告げ口。奮戦して清正を救った秀明を、その後追撃しなかったのは怠慢と告げ口。なお本人は京にいて、親戚の軍艦の話を森に盛る。兵站の遅れを、各省が必要以上に物資を消費してる。こっちはきっちり計算通りに送ってるとか言って責任転嫁。名古屋に、国内どころか国外の遊女も完備した最高の慰安状況を作るも、梅毒大蔓延。サップが亡くなった後にそれを隠し指令。調子に乗って今のロシア国境まで北上したお調子者を放置して、そのお調子者は帰ったら謹慎させられる。偽りの和平交渉を推進。結果、第二次出兵が挙行される大失態。疲労困憊で帰ってきて恨み骨髄の所掌に、邪界招くで。とか言って魚で、党入りで失敗があったとされ、厳封された所掌の領地を手に入れたのが三成の演者だらけ。兵と集めないのがおかしいでしょ。加藤清正、気分が兵糧をよこさなかった。クソ野郎が、満州まで届くわけないだろ。進撃しすぎー。石田は中国攻めで、小早川に散々な目を合わせておきながら、味方になってくれるとでも思ったのが不思議だわ。豊臣温子やし、好き放題やっとる家康に反抗するやろ、ぐらいの考えだと思う。言うても、秀吉死んで帰ってきた奴らにどう恩賞与えろと。暗い道があるんやね。ひってが朝鮮攻めたのがガチでなぞ。何が欲しかったんや。ただの通り道だぞ。東天地区まで征服やぞ。シベリア近くまで行った脳筋もおったな。新建国前の女神族と戦ってたかもしれないとかいうロマン。民の昭和日の末やから、女神兵も動員されとるやで。まあ民軍のメインは、大規模の歩兵&火器部隊やから、ほとんど目立たんけど。
無理やりに解釈して、地元の武将を実は有能だった、実はいいやつだった、とするの戦技がいい。おっと、平吉久さんの悪口はそこまでだ。死んだかとうはともかく、福島はそんなに豊臣が内義なら、大阪の銀で豊臣につかなあかんやろ。豊臣方の兵糧も木梨の黙認って、半端やなぁ。大阪の銀の前に正則は、大阪城に、ええから江戸に人質出せ。戦うとか絶対ダメ。豊臣と徳川の関係改善には全力で協力するから。って説得したのに、秀頼がそれを無視したんやで。地味に関ヶ原で一番有能だったのは、普代と座間の枠を超えた男藤堂。なお、とばっちりで長宗我部は改易される模様。とばっちりじゃないんだよなぁ。お家騒動でも力家の兄貴殺し、西軍加担して何もないわけがないってそれ。なぜに三成は、疲労困憊している上にイライラしてる奴らを茶会に招いたのか。三つ的には、乾燥したマラソンランナーに給水するぐらいの気分だったのかもしれん。部下ルーギン、朝鮮組は石田殿に対する不満が溜まってるらしいですよ。三成、不満を解消しなくちゃ。真田正幸が三成に出した手紙で、三成の挙兵の愚かさすべてを物語ってる。ひっそり殺されかける本願寺も教諭。なお、嘘か本当かわからない話で、生き残った模様。いつの時代も、官僚って嫌われるもんやなとは思う。なお、大地震が起こり、担当官僚が被害状況をまとめて提出。先に三成が完璧なのを提出してました。有能すぎて官僚にも嫌われる模様。石田は官僚やけど、腐敗どころか正義感強かったから、内義から些細なミスまで全てを秀吉に報告してたからな。せやから嫌われてたんやけど。朝鮮で都合の悪いことまで、全部秀吉に報告したからな。それを家康が仲裁して懐柔。細川忠興が滝好きやからって知って、三成がもぎたての滝をそのまま渡して決めさす話好き。滝と三成と忠興。石田三成と細川忠興は、仲が悪かった。どうも石田三成自身が、いくらなんでも仲悪すぎじゃね。と思うほど悪かった。そこで三成、首相にもこう思い立った。そうな、仲直りをしよう。三成は前田源氏に仲介をしてもらい、忠興と一席を設けて仲直りをすることとなった。さて、その席でのこと、忠興が先に着座していると、三成が入ってきた。手に盆を持って、その盆には柿が乗せてあった。そして仲直りも挨拶もせず、おもむろにその盆を忠興の前に置き、柿好きなんだろ？食え。忠興は真っ赤になって怒って出ていった。三成って今で言わすべか？福島あたりがガハハとか言いながら、目の前の木からもいな柿なら忠興も許すんやろ。それはそれで怒りそうやけど、次の日には一緒にお酒飲んでそう。福島加藤に関しては一貫として、今上に立つのが家康はしゃあない。いかにそこに豊臣の血を食い込ませるかに不信しとるやん。そこら辺考えたら、お家潰す方向に転がした連中より十二分に忠心やろ。自制水にやってる連中が、本人含めてアホ。そもそも秀吉ですら戦術的に勝てなかった相手に、戦略的勝利放棄して、なんで勝てる思ったの？あれなろ。ちゃんと策を立てなかったし、マサコンが悪い。サコン、暗殺が確実です。下の兵士も死なないからお得です。三つ。暗殺とか聞かないやろ。正々堂々合戦で勝負や。左近。大体さ、家康の指揮下にある状態で、いきなり放棄されてもどうにもならんでしょ。周り敵だらけやのに、わしは西軍に着くぞとか言い出したら即死やん。事前に何の連絡もなしに勝手なことされて、味方してくれるわけないやん。最初から三成も、東軍に着いた奴らを敵扱いしてたってことやろ。小早川なんか、筑前から大軍を組み込むのに船持って行って。大阪着いたら敵は家康って聞いてブチ切れたからな。筑前復帰に尽力してくれた家康のために、1万5000の大軍で来たのに、なぜか家康と戦うとか言われて、なんで鶴ヶ天保の原因も三成に、味方せなあかんねん。無用というか、最高のタイミングだと思うけどね。あれ以上待てないし、上杉討伐で戦力分散してるし。関ヶ原の時点では、東軍も西軍も豊臣家の家臣です。家康だってこの時は豊臣家の大老です。関ヶ原の戦いというのは、豊臣政権内のトップ争いです。豊臣対徳川の戦いではありません。だから、加藤清正や福島正則といった東軍というのは、石田ごときに豊臣を仕切らせてたまるかという大名が集まった軍勢です。豊臣内部の戦なんて形式は、役も承知やわ。実質は徳川の野心的行動やろ。関ヶ原の戦いは、
秀吉が死んでから豊臣を離脱して反乱した徳川と、豊臣柄の石田が戦ってるんだと勘違いしてた。一般的な認識はそれで間違いないと思うぜ。なわけないやろ。この時豊臣家の実権を握ってたのは家康で、三成は失脚して隠蔽してたんやろ。すまん、そこまで細かい情勢知ってるのは、もはや歴史オタクで一般人とは言わんのやで。こんだけ後世に大きなネタ残してくれた時点で、狂言回しとしては有能やろ。一応背景としては秀吉死後、家康方と豊臣奉行衆の間で対立が起こって、その通戦法が三成襲撃事件以降、家康方が政権を握ったので、それに対して三成も帯官でクーデターを画策したのが関ヶ原。そのまま沢山に隠居してれば、領地はそのままとは言わんまでも、悪い老後にはならんかったのでは？なんで家康亡き後に、似たようなことが起こらんかったん？政権の構造が全く違うから、徳川幕府は豊臣政権みたいに、巨大な戸様に頼らなければならないような構造ではない。後継者がきちんといたこと、実直な二代目と一緒に、そういうやつでも回していける江戸幕府のシステムを構築したこと。本田淵が普通に失脚したから、何も起こらんかったんやろ。本田正純は、因果応報という言葉がぴったりな末路やったね。脱墳2期は我慢強さばっかり取り上げられるけど、本当にすごいのは関ヶ原にしろ。家康最高の戦ことか家城の戦いにしろ、その果断さやは。まれに果敢すぎて、脱墳する羽目になるんだがな。戦上手な家康って、実は影武者ってことはないんか？本物はとっくにクソ漏らして死んでるんじゃないか？家康は戦上手だろ。姉川の戦い知らんのか？クソ漏らしたのは竹田が強すぎただけやろ。秀吉って家康に勝てなかったんだよね。大軍で行ったのに、諦めて人質を送って妹仲も差し出して、一応飛び込んだんだっけ？官兵がいたら家康に勝ててたのかな？どちらにせよ、家康を潰せなかったのがあかんかった。大谷が西に着いた理由がガチでなぞ。三成への友情とかいう俗説を、取り入れないといけないくらいの謎やな。普通にやればみんな家康に着くだろうに、諸将が迷う程度には体裁整えた三成は有能。淀君と大野春長こそ、無能無能&無能なんだよな。女が権力握った結果、7。なお最近の資料で、淀殿、私が人質として江戸に行くから、大阪だけは取り上げないでください。という書状を、1610年の時点で家康と秀忠に送ってるのが分かった模様。家康の返事。家康、そんなことせんでいいで。大阪は未来永劫豊臣家のもの。な書状を送ってて、淀殿は安心しきってた模様。戦国秀久とか言う。あんだけやらかしてるのに未来将軍に尊敬される人。すごいよね。教祖亀には絶対に許されないんだよな。もういないからセーフ。上杉も神、関ヶ原の裏で頑張ってた内場のことも、たまには思い出してくれメンス。だて、東北ではワイが主役やで。すまんな。もがみ南部、関ヶ原の時もお前ら列挙。家康、大政宗。とりあえず2年間、ワイの代わりに伏見城主してくれや。政宗、いや、両国心配やし。家康、あんなすげえ城作ってて安定してないわけないやろ。政宗、いや、でも、家康、いいからおとなしく伏見で遊んでろ。一気先導したり合図切り取ろうとしたり、米沢切り取ろうとしたりすんじゃねえよ。全部バレてた模様。政宗とか言う、しょっちゅう悪巧みしてはバレる陰謀か。なお土下座言い訳して、なんとか生き残る模様。大阪の陣中で、高虎に反乱そそのかされた政宗のエピソードが面白い。政宗とか言う、領民にすら面白ドキュンおじさん扱いされる大名。江戸城下の武家屋敷配置図で、他の大名は丸々の神とか掲げてんのに、だけてだけ政宗と掲げとってくさ。石田三成、豊臣の大敵である徳川許さん。福島正則、三成は死ね。黒田長政、三成は死ね。細川忠興、三成は死ね。浅野幸長、三成は死ね。池田輝政、三成は死ね。加藤義昭、三成は死ね。三成が徳川と仲良くしてれば、豊臣の天下だった可能性がリベゾン。島津とかいう大吉連中は、なぜあんな行動に出たのか。石田の采配が無能やからしゃあない。関ヶ原は圧倒的に石田側が有利だぞ。有利な交渉すべて抑えてるし、小早川が裏切らなきゃ圧勝だった。なおその秀明は、鼻から三成につく気はなかった模様。前に初めて本能寺行ったけど、四方をビルに囲まれて、外観は通りから全く見えなくて、RPG の隠れ里みたいで悲しくなった。そのまま残されてるだけマシやと思う。
寺田や、大宮なんて、今パチンコ屋と居酒屋やぞ。池田屋やの。寺田屋は不死身に残っとるで。東郷高虎とかいう子うもりやろう。グーうもう。なぜこの生き方をしていて、そこそこ人気があるのかなぞ。別に主君変えるのも、もっと言うと二君に使えるのも、別に珍しいことじゃねえぞ。秀長とか言う。やっと出会えたうもう主君。なお秀長の息子、秀康が病に倒れた時に、すまんな。太后様に直進で大名にしてもらえるよう頼んでおいたから、後のこと安心していで、お言われて感動して、本気で武士辞めようとした模様。あの人を疑うことにかけては、西のスターリンと肩を並べるな雰囲気からの異様な信頼感。東照宮でも家康像の隣が高虎像で、後ろに、来世も共にあるもうって掘られてるらしいな。なお260年後、子孫跡が不死身で真っ先にうなぎった模様。国家安康っていうほど言いがかりか？あのご時世、こういうのって慎重にならんとあかんやろ。言いがかりというか、割と我が子らしい。まあ喋程度のつもりやったんやろうが。当時は大問題やで。ぶっちゃけ豊臣側の恋も明らかやしな。ただでさえ言うはムード漂う中で、挑発行為はいかんでしょ。現代日本って戦後70年やけど、幕府って長い年月の中で末期以外、大きな内乱なかったん？天草という衣装説と大潮くらいやないか。一揆は全国で起こってたけどな。すごい内乱は起こっとらんね。そもそも一揆自体が交渉手段みたいなもんやから、それはそれで上の権力認めながらやっとるからね。あんま内乱には繋がらん。結局秀吉で持ってただけだよな。豊臣って。秀次生きてや、少なくともこんなことにはならんかったぞ。なお、別に勝手に死んだわけでもなく、自分で殺した模様。質問し3回も送って、いびり倒した奴が悪い。小早川の裏切り異変に、三成が籠城してたらまず負けんかったやろ。なんで野戦させたら最強の家康に、野戦挑んだのか、籠城してたら、長い行軍でろくに兵糧もない家康は、和睦するより手はなかったのに。ろくに兵糧がないどころか、秀頼にもらったのと、清須で福島にもらったのがどっさりあるで、岐阜落とされた西軍のがむしろやばい。家康、秀頼は殺さんでもええやろ。家康、は？なんやこの男。殺さなあかん。織田信長、172センチ。徳川家康、157センチ。豊臣秀吉、142センチ。千森通、180センチ。荒井長政、185センチ。豊臣秀頼、197センチ。お市の方、168センチ。茶々、172センチ。大野春長、185センチ。伊達政宗、159センチ。春長の身長。あ。なんで秀吉って秀次殺しちゃったの？秀吉と秀頼の間のクッション役に、秀次でよかったんちゃうの？秀次が秀頼を排斥しない保証がない。秀次に長男できたら、間違いなく排斥してたやろな。豊臣が分裂して、結局は狸が総取りやろ。いた。ちゃんと秀次事件で処刑された。秀次と秀吉。秀次は、秀頼が成人したら関白を秀頼に譲るつもりだった。秀吉に野心がないことを示すために、秀頼誕生直後に自らの4人の男子を、養子に出す段取りを三成に相談してた。秀次の娘と秀頼との婚約は、秀次も快諾している書状が見つかっている。関白としての職務をしっかり精霊しており、何かあると三成と秀吉に取り次ぎ、判断を仰いでいた。なんで殺したの？秀次、忠臣やんけ。なんやねん。かわいそすぎるやろ。秀次、摂政関白やぞ。あかん処罰する理由が見つからへん。そや、辻斬りしまくってることにしよう。秀長とかいう豊臣政権最後のたが、なお教科書には載らんのよ。秀長が長生きしてたら、多分離宮切腹も秀次事件も、もしかしたら朝鮮出兵も、なかったかもしれないんだよな。やっぱ三成が大垣城捨てたのは悪手だよな。岐阜城が残ってれば、価値ある城やったんやけどな。当時の大垣城は、大手飛車取りかけられた時の、飛車みたいなポジションやったで。岐阜もそうやが、赤坂取られたのが痛すぎやわな。岐阜城は、起きるのが早すぎたんだよな。まあ西軍が来ないと憂鬱するのに時間かけすぎなんだけど。落城することに定評のある難攻不落の岐阜城。城外で戦ったノックの孫がなぁ。まあガチ籠城しても、援軍なしでは短期で落ちたやろが、その辺の打ち合わせしてなかった西軍首脳がやっぱり無能。そして、なぜか関ヶ原と同時進行の大津城攻防戦は、触れられないという事実。両国高津頑張ったんやぞ。6日間。
国崩し法の集中砲火に耐え続けたとか、よく考えると普通じゃない。信長の嫁の話ってあんま聞かんな。身元のやり取りくらいまでは創作中芝居が出てきたりしてるのに、その後トントやね。マムシが殺されたせいで、婚姻外交の駒として無価値になってしまったからな。毎回思うんやけど、こういう戦の死体の処理って誰がすんの？そういう戦後処理部隊もおるで。関ヶ原やと、半兵衛の息子がやってたな。鳥居元忠は、なんで島津を門前払いしたんや？島津義弘は、島津家の中でもガチガチの三成派やで。信用する方がアホや。ほーん。なるほどな。陣痛で裏切られるなら、最初から切った方がマシやね。当時の島津は、伊作義久、正木義弘、伊集院忠宗による総領権争いの真っ最中やしな。こんな状況で三成寄りの奴が急に来よったら、疑わん方がおかしいやで。伊集院忠宗って、有能なのに死んで悲しい。石田三成が貧乏ないとかいう風潮。あるぞ。領民には慕われてたぞ。滋賀での三成人気しばんな。それ昭和になってからの作られた伝統なんやで。三成が大海に逃げ帰った時の話しばない？それも後世になって作られた話でな。どうも実際には、沢山あたりの三成の親族関係者も、現地の農民たちによる落ち武者狩りに軒並みやられとるで。秀次と秀吉の関係。秀頼誕生。第三子を直前に失った秀次は、秀吉をはばかって関東に下校する。そんな秀次に秀吉、広井が生まれても、お前が後継ぎであることは変わりないんやで。と手紙を送る。秀次は秀吉に、広井様が長じた暁には、速やかに広井様に天下をお返しいたします。と手紙を送る。秀次の娘と秀頼の婚約が決定する。秀次、関白の職務を聖霊し、土佐間大名との隕石を結び、与党を広げと与富の要盤着なものとしようと奔走。多くの与党を得る。秀吉、なぜか秀次に、諸大名に大金を貸すのは謀反の証とか無茶なこと言い出す。もちろん秀次は釈明の使者を出す。なぜか急に秀次に悪い噂が流れ出す。秀吉質問紙を出し、秀次を吊るし上げる。秀次、平身抵当し、秀吉に許しを請う使者を送るも、許されずに荒野山へ幽閉。一ヶ月もせずに秀次が切腹。一族皆殺し、木殺し粛清。古海危機厳風。どうすりゃよかったの？関白を即返してバックベルとか。それでもイチャモンつけて殺されそう。秀長、身内の調整しっかりしないとやばいから、ワイガスルンを。秀吉、任せたやで。秀吉、秀長死んだんを。どうすればいいんを。秀吉、とりあえず将来のためにも、秀次の家族皆殺しにするんを。秀次殺してメリットってなんかあったか？徳川に繋がえする名目作っただけやろ。豊臣秀次切腹の後の大混乱。秀次に金を借りていた大名が、謀反の恐れとか奉行衆が言ったらいいけど、その数が100を超えてた。照本が、一度や二度の分割で返しきれないほどの借金を、秀次にしていた。秀頼に忠誠を誓う決判状を、一ヶ月で4回も提出させる。全大名に上洛命令。戸様大名の処罰を不問にする。古参危機と木殺衆のみ処罰。秀次の借財返したら許したる礼が出て、みんな家康に金を借りる。秀次事件は淀と三成の共謀説もあるし、最近になって秀吉の処刑停止命令の書状も出てきたぞ。秀次がパワハラにおかしくなって、もう死んだる。言って、いろいろと段取りが決まる前に切腹して、大混乱になったんだってな。で、一族郎党みなし罪。秀吉が長生きしてたら、家康とずっと仲良しなったんかな。昨今の研究では、秀吉は家康を心から信用していた。という解釈が主流。お茶飲みながら、モップの思い出話とかしてそう。清正政則も校内院不仲説はどうなん？校内院西軍加担説とかも。知らんけど、校内院は金吾大好きで、養子に行く言ったらブチギレてたし、自分の棺に、辰之助には悪いことしたわ。言って、秀明の位牌も収めるくらい溺愛しとったから、多分、東軍寄りだったんじゃねえかな。なお、朝鮮出兵で帰ってきて、やさぐれた秀明に愕然としていた模様。その話よく聞くけど、一時期北の満所は秀明に冷たくて、秀吉にたしなめられたみたいな話も聞いたことあるんだが、どっちが正しいんや？朝鮮出兵の後にやさぐれてた頃やね。それって、から入り、大失態。通詞が一大名一人用意してないので、占領地の統治ができない。兵隊がめちゃくちゃ。
お調子者が調子に乗って、今のロシア国境まで攻め上って、なかなか帰ってこない。名古屋城に内外の友情集結。梅毒大蔓延。小西行長、偽りの和平交渉を行う。秀頼が生まれ、秀吉帰郷し、朝鮮、名古屋、京都支持系統が複雑に。三成、流行る諸将に、兵糧滞るから進行速度遅くせいや。と指示して、諸将の兵徒を集める。三成、気に入らない武将に兵糧を送らずに、兵徒を集める。三成、撤兵した疲労困憊の諸将を茶会に誘うなど、兵徒を集める。そもそも地図がない。原稿で北条側が行った小舟奇襲を、豊臣がまんま朝鮮にやられて草もあるぜ。通過関ヶ原が一日で終わるなんて、誰か予想できたんかね。できないよな普通。女性、残念至極。お前の息子のせいなの。長政、奮戦ぶりに家康様が褒めてくれたぜ。がっちり握手まで交わしてくれたんや。女性、握手はどっちの手だ？長政、右手です。女性、そん時お前の左手は何をしてた？バカ息子が。正直、息子に自分のプランを一切伝えてない女性も無能すぎる。兵力的に万が一うまいこと通襲平定なり、取りまとめばりしたところで、中央はお互いに疲弊してくれてないと無理ね。疲弊しきっていたとしても、やっぱりそこで息子おらんと無理やろ。息子のサインプレーなかったらもっとひどかった。そもそも、天下なんて取る気なかった説の方が強いらしいしね。あわよくばってのも内心があったのかもしれんが、ガチガチでやる気はない。敵の後輩地を潰すのは、兵法の初歩やからな。西国大名が多い西軍とか、どっちにしても長期戦は無理。和平交渉を行う。中国、騙されてやんの。いつも日本は外交下手。騙されたのは両方なの。中国、おい、和王秀吉ってやつは植民地になってくれるんやないのか？なんで断られとんねん。使者。足利義満、わい、日本国王やけど、任の使者には拝礼せんで。義満、わいは、仏像にいつものお経を唱えて拝礼しただけで、使者に拝礼したんやないね。たまたまそこに使者がいたんや。この頃のしたたかさはどこ行ったんですかね。室町殿、有能。秀吉って愚痴なのに、なんで庶民に人気出たんや。底辺からの頂点は、いつの議内も人気やろ。猿は農民出身じゃない説もあるんやろ。身分の境界線が曖昧な議内やからな。固定化されたのは江戸以降やし。百姓にしても、多くの小作、使用人を使う豪農だったという説もある。そもそも文字なんかを覚えさせるため、寺にやれる余裕のあった家やし。イメージされるような貧能ではないってことやな。ノリノリで西軍に参加した浮田がたらいそう。単純に、空気も読めない無能だっただけなんだよな。親父なら絶対東軍についてる。つか、浮田騒動で分裂した方の家中が、まるまる徳川についとるしな。親父なら打ち合わせとか言って、西軍首脳を呼びつけた上で毒殺やろな。学校でマラソン大会するときに、みんなかったるいから適当に走ってるのに、一人だけ本気出すタイプやな。最近分かってきたことって、本当は分かってたけど、小出しにしてるようにしか思えん。確固たる証拠がないと、歴史認定されないからね。あとは、歴史研究家のお偉いさんたちに認められないと、認定すら受けられないゴミ職場やからしゃあない。坂本龍馬もそうだけど、実際とか事実がどうであったか云々より、後の、歌舞伎や小説とか大衆文化で、イメージが形作られていく方が大事だよな。そのイメージ戦略の最たる例が、ナップン行きの孫の水戸光圀やからな。なお実際の若い時は、船付きのドキュンだった模様。むしろ年取ってからの方が、はるかにひどいんやで。クソクソアンドクソな両国経営したせいで、水戸藩は税率が8公2民。やったしな。一番ひどいのは、何もせずに負けてない原稿を配った毛利。後の日本で主導権取るからセーフ。毛利家自体は、主導権なんて握れてないんだよな。募集するまでもなく、今でも吉田郡山の民が忠誠を誓う毛利家、有能。毛利家って全国でも有数の忠誠やなかったっけ？税はともかく、吉田郡山の人が、今でも毛利家を敬ってて、当主に挨拶するのは事実らしいで。いかがでしたか？石田三成について、人それぞれ持っているイメージがあったと思います。歴史には様々な説があり、それを考察することも歴史の面白いところですね。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。